川魚もね、紹介していきます。今日はね、ここ向こうはね、山の神ですね。初めて買った魚なんで、まあ今年で多分ね、ある程度大きくしても多分1年で死んでしまう魚ということなんで、まあ記録を残しておかないと次からのがいつになるかわかんないので、ちょっと買ってみました。すごいちっちゃかったというか、まあ、それよりちょっとちっちゃかったぐらいかな。結構餌最初が大変だったんで、どうしようかなと思ったら、ちょうどね、鯉の子供が川でいっぱい取れたんでね、川で取ってきた鯉をあげたら、バスバスって今大きくなっています。おそらく、あんまり暑いの強くないとは思ったんですけど、どうにか、うちでもね、うまく過ごせているので、ある程度餌を食いながら、ちょっとずつ大きくなっています。まあ、この秋までにね、どれぐらいまで大きくできるか、これちょっとやってみて、で、秋にね、ちょっと、あんまり寒くなるようだったら、室内に取り込んでみて、まあ、来年ちょっとでも長生きしたらいいかなと思うような魚です。山の神というね、たまにはこういうふうに、紹介しています。もう本当マニアックすぎて、欲しがる人は少ないかと思うんですけど、で、一旦すごいいい魚がいっぱいいるので、こういうのを紹介していきたいです。ということで、今日はこの辺でありがとうございました。